これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の血をかけて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。ところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。知ることのない真実の物語。Boy.
begin. Ryu-Endo!
探しろ。ここより攻勢に出る。みんな一斉攻撃準備。待っていてくれ、すぐに。今のお前によそを案じる暇などない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。Let the battle begin! 球技を操るほどの力を持ち、そしてこの辺に手に入れる忍び。それに当てはまる人物は俺の知り方では。まさか、あなた、ウチハマダラだというのか。さあ、どうだ。ほら、一瞬だ。ああ、どうやら四代目高木の名は伊達ではない。こっちだよ。お前を倒し、里を守る。それが俺の役目だ。依頼者はニノなんだよ。これでキュービーはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る者。やりようはいくらでも。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。けど、今。Peggy 12。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。ナルト、あなたを愛してる。力が
溢れる。今なら行ける。俺は一人じゃない。だから俺は負けない。私の飼っているニビの方がお前の数倍ジャジャーマだ。今は私が捨てるぞ。お前とはくぐった修羅場の数が違うんだ。この老者、老いたとしても心弱き者には負けはせん。養尊部、白河龍眼の術、あの力を解放する。そう簡単に屈しはせん。悪いな、手加減は苦手なんだよ。命がけの戦いはこちとら慣れっこっすよ。もう止められないっすよ。俺様がトップ、全てを倒す俺様、まるでトップ。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつ。ビーノちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。俺は友を守りたい、そしてこの世界を守りたい。彼らは霧隠れ、忍び型な新人種の前任者たちだ。なんとか巻き返さないと。勝者は後方に下がれ。俺が盾になる。この子もと俺を切るつもりか。もうこんな戦いはなしにしよう。やるぞ銀閣。おうよ金閣、俺たちに挑むなんて逆に早い。不甲斐ない、これが今の忍びの力。僕がやる、僕が止めてみせる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。四代目火影は失敗なんかしてねえ。守るべきものがある限り最後まで諦めない。湊がそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ。ナルト、私たちの元に生まれてきてくれて本当にありがとう。俺ってはいろいろ託されてるもんがあっから。失敗はしねえ。俺とクラマが組めば何も恐れる者はいねえ。